お笑いタレントのやすこが7日、福岡県西日本総合展示場新館にて開催された、クレイツ・プレゼンツ TGC 北九州2023倍東京ガールズコレクション、以下、TGC 北九州2023に出演した。写真、やすこ、BTS 担当、のヘアアーティストのスタイリングで劇的イメチェン、やすこ、韓国風ヘアで大胆イメチェン今回 TGC のステージに初登場したやすこ。 BTS、BTS のダイナマイトやバターのメガボルトでヘアスタイリングを手掛けるなど、メンバーからの支持も高いヘアアーティスト無人、無人氏が登場し、ステージ上で安子のヘアスタイリングを手掛けた。ステージ上でスタイリングを終え、振り返ると韓国で流行中のヨシンモリ、女神ヘア、姿で安子がランウェイをカッポ。普段のショートヘアから一 したロングヘア姿に会場からは大きな歓声が湧いていた。その後の MC でやす子は、可愛くなっちゃいました。はい、人生で一度も伸ばしたことないので新鮮です、と初のロングヘア姿に満足した様子。ランウェイを歩いた感想については、めちゃくちゃ緊張したんですけど、やす子のお盆、間違えた。うちわがあって、と客席のうちわを見て喜んでいた。 普段は迷彩柄の服を着ている安子だが、このステージではホワイトのトップスにピンクのチュールスカートを合わせたキュートな装いに。半分だけおなじみの迷彩柄のアウターを着ており、迷彩が半分しかないので敵に見つからないか心配です。はい、と話し、笑いを誘った。TGC 北九州2023、テーマは、ザネクストイーラ。 ザ・ネクストエラ2015年に発足した TGC 地方創生プロジェクト。同年に開催をした TGC 北九州2015を皮切りに広島、富山、静岡、熊本、さらに和歌山へと年々開催地域を広げている。新型コロナウイルス感染症の影響により2020年より2年連続で開催延期となっていた TGC 北九州。 は、2022年に3年ぶりに復活。北九州市、市政60周年という記念すべき年に開催をする今回の TGC 北九州のテーマは、ザネクストイーラ、ザネクストエラ。藤田ニコル、池田美優、中条あやみ、ぬくみメル、ゆうちゃみらモデルや、ダイス、バリスティックボーイズら TGC を代表する豪華出演者たちが北九州に集結。 TGC 初 MC となるお笑いコンビニューヨークと串し萌もえみが MC を務める。また、TGC 北九州の新たな歴史の幕開けを記念して、地元、福岡県在住の号12歳、応募時の年齢のキッズを対象に行われた TGC 北九州2023キッズモデルオーディションにて選ばれた8人のキッズモデルも登場する。モデルプレス編集部。